ウィンターナビゲーション06開幕戦 11.17 後楽園ホール大会第3試合を迎えました。6人タッグマッチ30分1本勝負。まずは赤コーナー、志賀健太郎、石森泰治、青木敦史を待ちます。青木、石森、そしてパンチの兄貴登場です。兄貴、兄貴と大きな声が飛んでいます。青木、石森、そしてサングラスをかけた、右手を高々と上げました志賀健太郎です。第5代グローバルハードコアクラウン無差別級王者です。さあ青コーナー、まず一人でやってきます。金丸義信です。第4代 GHC ジュニアヘビー級タッグ王者、ノアのジュニアを代表する男がまず一人で入ってきました。さあこの後です。正直私は怖いです。諏訪と近藤修司を待ちます。 11.1 有明セムのマットで現れたのが近藤、ブラザーヤッシー、タル、ドゥードゥーマーダーズと呼ばれるユニットの3人でした。その時には近藤とブラザーヤッシー、諏訪が組んで米と石森、青木組と対戦しました。その後にはそのブードゥーマーダーズのドンであるタルも乱入し、大変な騒ぎになった有明でした。タルはお構いなくファンにも水をかけました。ノアとそしてブードゥーマーダーズの放送が始まった 11.1 の有明でした。さあ現れました。ゆっくりと普段以上に厳しい表情の諏訪、その後ろに近藤修司、さらにはブードゥーマーダーズのこの人がブラザーヤッシー、さらにはブードゥーマーダーズのドン・タルであります。セコンドでしっかり早くも水を投げている。水を投げて、あーっといきなりいった、申し掛けました。諏訪が行きました。近藤修司も行きました。さあそしてブラザーヤッシーも入っている。ヤッシーがマイクを持った、マイクを持ちました。早くもブラザーヤッシーがマイクを持ちました。赤いジャケットはドンのタルです。おいおい、後楽園ホールに集まったカス野郎ども、俺たちが全日本プロレス最強軍団、いやプロレス業界最強軍団、ブーディーマーダーズカス野郎ども、おいおいおい、ここが例のカス団体か、あ、おいカス団体応援してるお前らはな、一番カス野郎じゃカス野郎、こらあ、おらカス野郎ども、あ、見ろや、おら俺がな、紹介、自己紹介してんのにな、おいブーイングで迎えるやとカス野郎、おいちゃんと礼儀正しく自己紹介してんのに、おい歓声で迎えられへんのか、このクソ団体。お、青木が来ました。青木が怒ったぞ。ルーキーの青木は石森を持った。パンチの兄貴も怒りました。さあ今ゴンが鳴りました、ゴンが鳴りました。試合が始まりました。さすがにルーキーの青木もものすごい剣幕で怒っています。あ、そしてセコンドのタルも石森に仕掛けていきました。さあその向こう側、石森に対しているのが近藤修司であります。そして諏訪とさらにはパンチ氏が入り乱れています。入り乱れている諏訪と志賀であります。3対3、6人タッグマッチですが、その青コーナー金丸諏訪、近藤修司のところにはタル、さらにはブラザーヤッシーがセコンドについています。なんとも5対3という感じでしょうか。そしてリング上です。金丸が入ってきました。金丸は青コーナー、金丸が諏訪とそして近藤修司と今日は組んでいるわけです。金丸と青木が今リング上で戦っています。さあようやく落ち着きを取り戻してきたでしょうか。第3試合改めて整理しますと、赤コーナーが志賀、石森、青木、青コーナー金丸、そして今入ってきた近藤、さらには諏訪という組み合いです。さあものすごい音がしました。近藤修司、現全日本プロレスの世界ジュニア王者です。登竜門の8期生でもある近藤修司、現在はエルドラドに所属する近藤修司です。
場外では青木が樽にやられています。セコンドの樽にやられています。そしてまた樽が何か持っている、水をかけています。青木に水をかけています。樽水と呼ばれる水をかけています。そしてそのペットボトルを観客席に投げ込みました。大変なことになりました後楽園ホールです。ファンも完全に巻き添えになっています。ノアのファンが今怒っています。さあブーイングの中で諏訪が飛んできました。諏訪が飛んできて、そして分断します。さあいつも以上に悪党の諏訪が眉間にシワを寄せています。さあリング上は諏訪と青木です。諏訪と青木 11.1 セブンマップでこの青木と石森とモハメド・ヨネが組んで、この諏訪ブラザーヤッシー近藤と対戦をしましたが敗れました。青木です。さあ諏訪を赤コーナーに呼び寄せました。さあ石森とそしてパンチ氏が、兄貴が諏訪を痛めていく。さあ諏訪が入ってきました。さあここで諏訪が持ち上げたブレインバスター、石森を軽々投げ込んでいきました。もう一度ボディスラム飛んでくる、金丸飛んできました。第3試合6人タッグマッチ、現在金丸とそして石森泰治です。石森も、まあ、エルドラド時代からは近藤修司とは戦ってきました。石森も登竜門の9期生としてプロレスデビューした男です。ですから今日の相手にも、まあ、一つ、まあ、深い意味を持っているわけです。石森も 11.1 セムで近藤ブラザーヤッシー諏訪と対戦して敗れました。さあ一旦シーンと静まり返りました後楽園ホールです。日本武道館にもこのブードゥーマーダーズが参戦するということは決定しています。さあ近藤修司が入ってきました。この肉体です。173センチ、105キロ、踏みつけていきます。さあ近藤とこの石森は因縁があります。因縁があります。諏訪とさらには金丸も加勢しています。笑っているのはタル。さあぐったりとしました石森泰治。もともとはそのエルドラドで、まあ、エース争いをしていたのがこの2人です。最終的にエースを襲名した近藤修司。石森は163センチ、75キロ。さあ首投げ、一つ持ち味を出してきました首投げ。さあここで諏訪が入ってきました。見つけた諏訪。さあ今日試合前、今日すべて決めてやる、すべて出してやる、そんなことも言っていた諏訪です。普段から競技攻撃ノアの中で暴れている諏訪、いつも以上に、まあ、一つの味方を、大いなる味方を得て暴れまくっている諏訪です。体重を乗せる。さあ志賀健太郎入ってきました。ヘッドバットで打開しました。志賀と諏訪の戦いになりました。勝ち上げたのは諏訪。スラム、そして分断しました近藤修司。さあこれ3人の連携だ。さあ股を裂いて、股を裂いて飛んできました。パンチピンチ、ブーイングの中厳しい攻めは青コーナーの3人。さあ樽も入ってきた、樽も入ってきた。樽がペットボトルを持っている。あっとかかと落とし、急所にかかと落とし、そして水が降ってきました。観客席に、放送席にも水が飛んできました。樽水が飛んできました。暴れまくっているブードゥーマーダーズ、セコンド陣も乱入しています。股を裂いてかかとを落としていきました樽。さあ苦しくなりました石森泰治です。石森金丸ブレンバスターの投げ合い、石森石森というノアのファンのその大きな声援を受けています。現在はフリーですがノアを自然像にしています。さあそして今投げました。そして場外では志賀健太郎が、志賀が仕掛けました、志賀が仕掛けました。志賀がブラザーヤッシー、さらには樽に仕掛けました。兄貴がいても立ってもいられません。志賀が思わずあまり見せないような表情で、怒りの表情でセコンド陣に仕掛けていきました。さあリング内は石森と諏訪です。
さあ空中殺法が出るか、捕まえたのはスワそのまま、あっとジャム立っている、立っているスワ、あっとシャイニングウィザード、脳天にヒット、脳天にヒットしました。さあさあパンチ入ってきた、アリが入ってきた、力をかめる、エルボー、そして金丸に近藤にエルボーで分断しました。ラリアット、大歓声後楽園ホール、滋賀を応援しているノアのファン、カウント圧。10月ツアーでは川端相手に V1 に成功しました白 GHC のチャンピオンでもあります。2度目の防衛戦は 11.29 仙台という滋賀健太郎です。さあここで今度は金丸と近藤修司が入ってきました。ヒップで打開しました、エルボール打開、ラリアット、金丸ヒット飛んできたな、青木ミサイルキック。さあ間もなくデビューから1年という青木、さあ力を込めた、あーっとセコンドのタレがパイプ椅子を持っていました。そのままリングの中に入っている、おっとなんとレフリー、山本レフリーが得られました、レフリーを倒しました。さらにはそのまま青木パイプ椅子、石森へ踏みつけているのはブラザー怪しい、ものすごいブーイングです。ノア史上初めて、おそらく初めてパイプ椅子でレフリーが得られてしまいました。山本さん大丈夫でしょうか。さあまだセコンド陣が赤いジャケット、ただあと今ここでゴンが鳴らされました、ゴンが鳴らされました。レフリーの攻撃、反則の攻撃、反則攻撃、反則負けという形になります。まだやめない、ゴンが鳴りました、ゴンが鳴りました、試合終わりました。反則負けでございます、反則負け、青コーナーは反則負けです。しかしまだまだやり合っている、やり合っています。この後武道館でも参戦してくるというブードゥーマーダーズ、今ゴンが鳴りました、試合終わりました。マイク持ったのはスワレス、なにこんぐらいでガタガタ言ってんだこのボンクラどもがこの野郎、お前らちったここで足らんのじゃないのかこれ。まあ結果として今度の武道館までよ俺ら上がれるっちゅうから、それなりのカード用意しとけよプロレスリングのはよ。まあそこにはプロレスリングのはとしてのセンスが問われるけどな。おいおいおい、ここがノアっちゅうとこか、おい、なんか客も湿気とんな、これ、おい、元気のない客ばっかりで、お前ら大体ここが一番や思ったやろ、アホちゃうか、あれ、外見ろ、外見ろ、ノアなんか鼻くそやけどな、まあ、そういうこっちゃ。ペットボトルから水がかかりました。もうファンの皆さんはずぶ濡れです、ずぶ濡れです。今はちゃめちゃにしましてリングを後にします。青コーナーの面々です。この後がシリーズが、そして武道館が心配、あっとあっと野沢論外です、野沢論外ですよ、野沢論外がいます。ここでノアのこの試合会場に野沢論外、3日前の GPWA で高山そして実と組みまして、勝利をこのした野沢論外もまたノアのマットを目指すという形になるんでしょうか。大変な第3試合になりました。金丸が1人残っていますが、今最後にゆっくり金丸がこの会場を後にします。